勝見洋太郎は、日本の俳優、映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。本名は、勝見国一、号の目標は、脚本、原作執筆時に使用した。松竹蒲田撮影所から独立して、勝見洋太郎プロダクションを設立、京都の牧の肖像の牧のプロダクションと、配給提携した。妻は、元女優の花川玉巻。 1893年9月11日、東京府東京市下役に、勝見み一として生まれた。新派の俳優、藤沢朝次郎の主催する東京俳優養成所で、新派劇を学び、その後新劇に転向、岩バタ氏の主催する新劇者、あるいは黒猫社、島村宝月、松井須馬子の芸術座等を転々として、新劇俳優として活動した。 新劇俳優として、1920年、松竹キネマが、松竹蒲田撮影賞を開設、その創立に参加した。同年、田中金の監督の鉱山の秘密に出演して、映画界にデビューした。蒲田創造期の男優三馬ガラスの一人と呼ばれた。1922年の主演作、島津安次郎監督のクズナナの家で、脚本家としてもデビュー。 1925年の主演作、夜明け前では監督としてもデビューしている。この頃、同じ小竹鎌田に所属する女優の花川玉城と結婚する。1926年、自らの監督主演作、嵐を最後に、鎌田を退社、勝見陽太郎プロダクションを設立、京都の牧野プロダクションと配給提携を交わし、映画の制作を開始した。 1930年には解散した。1938年には東京発生映画製作所。1939年には東方映画東京撮影所。後に小竹大船撮影所の作品にも出演した。1962年9月1日、死去した。満68歳没。ありがとうございます。